そうね、10分前が本当の勝負よね。でも自分涙はやっぱ出んかもしれん。止まるね。やっとでも安心して寝れるかもしれん。ちょっといつもね、いつかみんながおらんくなったらどうしようみたいな感じだったけん、涙がなんか落ちてきそうで怖い。まだ涙取っとこうね。ありがとう、ありがとう、みんなのおかげだよ。だって毎日毎日さ、みんなが頑張ってくれとってもさ、配信終わった瞬間に抜かされたりしてさ、順位変わっとったりしてね、悔しかったんよ。みんなが頑張ってくれたのに自分が終わるの早すぎて順位ダメだったんかなとか。受験タカアンドトイさんありがとう、 N2F ありがとう。受験なんか初めてさ、あのみんなが頑張ってくれた分がちゃんと一番っていう形で出て本当に嬉しいし、やっとなんかちょっとだけみんなに恩返しできた気がするので、心からしっかりありがとうが言える。ありがとう、嬉しいよ。今のじゃないよ、もうずっとさ最初の頃から見てくれとって、ハートいっぱい送ってくれてし、ゴリゴリもね星集めしちゃった1になっとったかもしれんけど、ね、最近ずっと見に来てくれたり星集め行ったりしてくれるし、斎藤もねずっと最初から来てくれとって困った時には支えてくれよったし、ゼロからのスタートでね100万ポイント差でも逆転されるって、そうね、最後までね逆転されるかもしれんけど、今嬉しいね。最後まで頑張ろう。合格してくれたら全部報われますね。あとは合格するのみだね。もう誕生日始まってない、まだ終わってない、終わってない、まだ終わんないよ。応援してます。大作作もね、昨日からずっとありがとう。大作作のおかげでもあるんだよ、昨日からずっと来てくれてね、いっぱいハートを送ってくれたりとか、ありがとう。今日の男女読みさ、一人一人っていうよりはマジみんなに向けての男女読みになりそう。本当にまだね、まだ配信中で追い抜かされたりするかもしれんけど、でもそれでも今の一瞬だけど、みんなにやっと恩返しできたので、なんかみんなが1位ってさ、みんなにやっと恩返しできた感あるよね。自分ボーイさんもありがとう、ずっとずっとボーイさんね、ずっとそう見てくれとって、ツイートもたまにしてくれて見とるよね。温かいね、パビちゃんもいつもありがとう。1回でも1年ってすごいことよ。なんかほんまにね、自分未経験で最初30位から始まっとるけんさ、30位から1位まで上がることができて嬉しいです。ありがとう。ゆうささんバラありがとう。そう、最初ね自分30位だったんよ。パピちゃんは、パピちゃんとかって知ってるかな、絶対大作作とかは自分が30位だった時のことを知らんと思うけど、こんばんは玉蔵子、こんばんは。今日はね、ちょっとこんなしんみりしてる雰囲気だけど、チャイナです。今日はこんばんは。30位から考えると最初一番下だった、最初一番下だったけんさ自分。こんばんは。まだね、逆転されるっていうのをみんなが教えてくれとるみたいにありえる話じゃけん、最終日はこれからもずっと油断できんけど、でも今はとりあえず今の現状に喜ぼうと思います。一瞬でランクアップしまくったけどな、まあ、あの時もすごかったよね。知らないけれど1位になるまで頑張った、頑張ったよ。こんばんは、だるまインコさん久しぶり。19時からだったからね、19時からだったもんね最初の配信。幸せだね。まだまだ
なこれから。そう、あと1週間気を抜かずに頑張るよ。絶対今のこの雰囲気も崩さんし、いい結果で終われるように。それでもガツガツしてないとこがはっちゃんの魅力。まあ1位でも自信があるかどうかはまた別じゃけんね。みんなのおかげでの1位じゃけん。自分は自信ないんよ自分。じゃけんさ、いつもさ配信終わった後でもさ、ランキング見たりとかさ、他の子の配信見たりしてさ、あこの子こういうとこいいなとかさ、この子のここのほくろあるのさ魅力的だなとか、こういうことできる子って特別よねとか思ったりしてね。なんかみんな人それぞれ自分にもあるんだろうけど特別なものがあるけん、自分にいっぱい自信があるかって言ったら自分だけに自信がいっぱいあるわけではないけん。でもね、みんながおることは自分の自信よ。自信持っているよ。自分のファンの民度の高さとファン の, あの優しさは一番よ。一番よ、本当に。自分これだけは言えるよ。自分のファンの人たちが一番いい人だと思ってるけど、一番これは他の子にはないとこだと思ってる。首にほくろあるとこ好きですよ、見とるよね斎藤。一番よ、みんなは一番、絶対。それほどでもどこのルームのファンよりあなたたちが一番優しいし、一番コメントしてくれるし、一番いい人たちです。私にとって、だって自分マジで自信持っている。一番いい人たち身につけとるって。ベジータじゃけん、ボーイさんありがとう。特別自分に魅力がなくてもみんなが一番、みんなの一位だよ本当に。はっちゃんファミリー最高。みんなでミンチね、ミンチでミンチね。1位やん、テレビに集中してた。いいよ、おかえり。推しにいるんですね、よかった。照れるな、コアラさん推薦コメント書いてくれとったもんね、コアラさんも。髪洗ってるし、みんないろいろしよるもんね。1位になったよ、石を。昨日からね、ずっと来てくれとってありがとう。一緒のおかげでも1位になれたよ。新しい鍵いいところないの。みんなで混ざり合ったですかね。恥ずいから星集めってた。汗汗、星集めってたの。おかえり。見逃してくれたから大丈夫。お腹痛くない、いい具合に見つかってない。でも一気に1位になったら油断するよね。正直油断しちゃダメだと思う、本当に。あいびきですね、本当にね。あ、痛い。安心してもいいけど油断は絶対ダメじゃっけんさ、絶対油断せんよ、負けんよ絶対。ミンチカツになりますか。ミンチカツになっちゃうのね。あんまりさ2位のことさ差も開いてないので、ちゃんと油断せずにあと40分頑張らねば。はっちゃんしっかり者だ。しっかり者、お会いに、お会いに。合いびき、合いびき肉。みんなそれみんな違うけ、合いびき肉なんじゃない。最終日はミンチカツ食べる。ミンチカツってなんかちょっと みんなのこと食べるみたいな感じじゃない。もう会いに、引き続き応援します、ありがとう。あれだよ、ずっと順位関係なしに応援してくれてたみんなにありがとうだよ、本当に。あ、まさやきさん、ハートありがとう。こんばんは、みゆきちゃんこんばんは。ミンチされそう。まさやきさん、ハートありがとう。明日はどんな予定でやんの。朝は、どうしよう、朝からもう化粧しようかな、自分明日。朝から化粧して、まさやきさん、ハートありがとう。まことさん、まことさん、かわいい。努力報われてよかった。ありがとう、バペちゃん。タカ&トシさん、ハートありがとう。マサヤキさん、タカ&トシさん、ハートありがとう。明日の予定は、すっぴんか化粧で朝から配信して、お昼はバレンタインのチョコ作りながら配信して、夕方はウサギさんします。
ミンチなの？ミンチ、ほぼミンチだよ。でも明日は見れないでツイート楽しみ、楽しみにしててね。ミシェルボーイさん、ハートありがとう。みんなハートありがとう。チョコくれるんですが、みんなに郵送しちゃう？郵送系か。梱包が大変だね、それは。何気にすっぴんからの化粧配信好きです。明日もすっぴんから化粧する？ミンチ料理配信お願いします。ミンチ料理、みんなをミンチよ。さ、みんなをミンチで、ミンチでしょ。ハンバーグとか、うさぎ料理配信来た。うん、うさぎと料理は別だよ。チョコミンチ、そう、まあ、チョコミンチね、こうやってザクザク切って行きます。来てね、ぜひ来てね。住所絶対ここで言っちゃダメだよ、住所なんか。メイドでチョコ、メイド服はサイズ買ってないので来ません。お昼寝しなくても大丈夫。自分はいつもね、あのタイミング見て寝てるので、なんとか知ってるよ。エイジさん、ハートありがとう。エイジさん、ミンチにされたいとは。ネガさん、1になった、1になったよ。エイジさん、ハートありがとう。イキオ GE5GE ありがとう。ハート、ミンチ、新しい言葉になるかな。サイドカーリー、はい、喉が渇いた。今勝手の魔法でお酒の着ぐるみ着でチョコ作りよった。自分のチャームポイントはここにある。前髪よりも少しお願いしとかないと。確かに。こんばんは、何がいい？みんな前髪ありの少し。うん、ちょろぎさん、ちょろぎさん、だるまありがとう。そのエクボに住みたい。エクボさんありがとう。ちょろぎさんありがとう。新しいが隠れ切った？刃かと思って。これ刃じゃなくて多分剣士なんよね。1、2級を取られたけど、猫見ちゃうのか。ほんと？バキュンしてくれたら嬉しい。え、ちかげさん、だるまいっぱいありがとう。だるまだ。バキュンするよ。えらい。甘噛みされたい。甘噛みとは、甘噛みポーズのことかな。破壊力、何がいいんだな、何のポーズがいいんだな。これはあかんで、あざとい。それはずきん。噛む？全身、もうちょっと映ったらいいね。はっちゃん最強、いいね。耳、うん、いいね。タカアンドスシいっぱいハート、ありがとう。タカトシ
グリーンピースいいね。久しぶりグリーンピース。ジョージ今日も可愛いのファンレベルが7に上がったって、おめでとう。7。画面使いたまらんち。大サクサクハートありがとう。ありがとうありがとう。アビちゃんありがとうありがとう。ミシェボーイさんハートありがとう。節子にめちゃくちゃ節子やん。そんな設定節子な。サイアンドコーよかったよ。サイアンドコーでよかったよ。ありがとう、そしてありがとう。まさゆきさん流れ星ありがとう。ありがとうありがとう。無料の星って一日何個までもらえるんだ、わからん。ちょっと詳しい方誰か教えて。平次さんハートいっぱいありがとう。猫ちゃんの似合いすぎて強い。他の子と並んでるのを見てはっちゃんの小柄さを感じて、割とちっちゃい方じゃないんかなと思う。なんかヒール履いとる時が多いけんさ、ヒール履いてなかったら「あちっちゃいね」って言われる。初見です、はじめまして。キュン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 どうして問題です。いいんじゃない。ずっとその問題で悩んでなよ。1時間ごとに5色かける100、無料の星は各100だって。みんな1時間ごとにもらえる数がリセットされます。すごいね、みんな詳しいね。ありがとうございます。皆さんね、ゴリゴリ一緒にショールームのこと勉強しようね。コメント欄で自分も勉強するわ。あんま分かってないけ。モテるの99まで注意だって。1時間前に解除らしいよ。はっちゃん、小魚ちゃん、小魚ちゃんと誰だ。こんばんは。日向坂よね、小魚の日向坂の。そこルーツあると便利。もやえなくらいショールームイベントしてるからね、遠い目。皆さんおかしい勉強ね、勉強になるね。やばい8時になった。どうしようか、前髪最後に上げとく、どっちがいいかな。コメントカウントも50までポイントになります。タカアンドトシハートありがとう。タカアンドトシハートありがとう。タカアンドトシハートありがとう。ハートとしハートありがとう。おでこ出しみたい、いいよ。おでこ出しを全力的、前髪やりは。ショールームの座学受けてるからすごいね。そんな座学自分受けたことない。ほんと美人ね。おでこ出しのスクショ待機です。何しようか次は。おでこ出し、でもさっきモデルさん顔って結構おでこ出したり言われたけど、モデルさんっぽいポーズしたいけど、モデルさんっぽいポーズって何。おでこ出し最強はっちゃん、おでこ出しありがとうございます。いいこと考えた。これはこれ、写真の練習になりそう。これは振り子やったらいいよ。あざとかわいい、美人すぎますね、ほんと。
戦いではんちゃんスコスコ通るブイブイ来てる目線そらすの好きあざとかわいい出別の可愛さです本当ですかでもすごいね前髪なしで横向いたらめっちゃハーフみたいねえ本当は前世アイドルだったでしょ前世アイドルってさ縄文時代とかにアイドルだったってことすごくないこれめっちゃハーフみたいじゃない質問いいですかなんでそんなに可愛いんですかそれはみんなにも言ってるけどこれぐらい可愛いって思ってくれてるからだよアイドルに襲名え、卑弥呼なえ、卑弥呼だったんかもしれんもしかしたら横顔めちゃくちゃハーフみたいになったね前髪見たら小町小町かもそっち前世そんなに前のえ、わからんわからん前世っぽいじゃんなんか高野都市結婚しておー結婚してだまたプロポーズされちゃった蜂でもやってた蜂でもやっとったのかもしれんうーん大サクサクサクハートありがとう大サクサクだるまありがとう綾さんって方自分あれめっちゃ言われとった中学校の時に吹奏楽入った時にさあの先輩にめっちゃ言われよったそれじゃ知っとるよ毎日綾さんはわーくんバラありがとう球根どれぐらい止まってるのかねちょっと溜まりすぎたかもしれんおでこ出すとめっちゃ似とるわほんま毎日綾さん結構なんか何引き目のこういう顔しとるイメージ結構ハーフではないんかハーフではないね星あやなら知ってます誰だ星がわかんないチラチラ杉友どうしんだよ確かに杉友あやさんは調べんとわからんなまた打っちゃった肘派手シャツさんこんばんは初訪問だフフ杉本さんこっちならいけるそっちならいけるんかいハニーシナモンとかエブリンさん予言してくれたほるちゃんがみんな覚えとこう欲しい欲しいってみんな何言ったらそんな欲しいんだろおでこがテカっとここもテカっとるやだやだテカっとるなのかツアなのか欲しい腕杉本そうやって歌うとあれなんかでもなんか今だけ普通に杉本って言ったもんじゃあ欲しい失敗したんかすごいバイクがすごいブーンってやんちゃバイクね今までめっちゃやんちゃバイクおったおでこピシピシバイクより車派私もバイクより車派ですショールーム欲しいになるの多すぎてメッセージさえそれなじゃけ自分ツイッターよくしてねって言ってるよツイッターで見るけどつかにさん間に合ったね1位になりましたつかにさんつかにさんいつもありがとうおかげで1位だよみんなのおかげでいた、
8時半まであとちょっとだね。意外とあとちょっと過ぎる。エピネのモデルさんもできそう。本当エピネ好きだよ。服可愛いから。可愛い服多いよね。エピネの服。なんとまあすごね。みんなのおかげだよ。マジか、大量に送ります。エピネの服って可愛くないだろ。大量に郵送でめっちゃ長時間。自分はね、長時間で勝負するしかないのでね。りゅうちゃんまた会おう。もう行っちゃうの。ちょっとあとちょっと寂しいって思ったけど、明日も会えるの。明日も会えるよ。毎日会えるよ。ここにニキビおる。明日も見に来ます。見に来てね。ちゅるぎさんバラありがとう。たかんとしハートありがとう。おい、ここで掃除機が。たかんとしハートありがとう。ハチハチーちゃん、お名前一緒だよ。レインボースターありがとう。ハッちゃん紹介する。そう、つかにさんと大作さんはお友達だからね。はーい、掃除機アンコール来た。こんばんは、赤羽さん久しぶり。お父様の掃除機。お父様かな今度は。掃除しろ。了解。一人で受け答えしちゃってた。毎日お掃除して偉いね。ね、パパとママ偉い。正直掃除機好きやな。正直掃除機インフンでない。そろそろ4000人。本当だ、4000人。真面目な話、長時間配信してないらすぎるわよ。本当。でもさ、知名度とかさ、もともとがない分、長時間でさ人集めるしか術がないんだよね。本当に長時間、誰よりもなんかみんなより頑張らんとダメなんだと思う。そうだよ、大サクサク噂で噂になってるの。あ、バラありがとう。1位になってる。1位になったよ。ナズさんの久しぶり。ひしおさん、ティーカップありがとう。配信って疲れるの知ってるから本当に。パブちゃんお疲れ、ありがとう。十分頑張ってるじゃん。これをね、持続しなきゃいけないんだよ私は。持続が一番大事だよ。まだ。まだ終わってないよ。8時半って言ったじゃん。ママ入ってきた。ちゅるぎさん、ティーカップありがとう。今日も可愛いな。はい、ママさんは外で星投げたら、もう終わったんって言って、今日8時半って言ったじゃんって言って。親フラ来た、これ。お母さんもお疲れさまです。ママ全努力向かれますね。向かれますように。めっちゃいいの隠す。あ、やばい、どうってママだ。ママにチャイナ隠した。ママにパパにどっちもかな。来年来たらマガチャ出てみるな。なんていいこと言ってくれるの。体型分楽しみにしてます。普段マミ呼びじゃなかった。普段でもさっきママおったけん何って
呼んだわけじゃないけんね、自分が応援してくれてるの。うん、応援してくれてるよ。マミにチャイナ着てよ。着ないよ絶対。ロビンソンこんばんは。マザー、こんばんは。もしかしてママもチャイナ、こんばんは。お母さんも切ってます。綺麗。こんばんは。眠くなってきたね。限界を感じる。だって朝の11時15分からして12時1時2時まで休憩して45分からまた5時までやって1時間休憩して今6時半から8時半までやってるからね。今日何時間したっけな。10、11、12、10、11、3、4、5、6、7、7時間配信だ。今日朝4時ぐらいに通知来てびっくりしたよ。そう、頑張って頑張ってるよ。でも頑張っててその成果が今日やっと何おっきい数字で出たからよかった。これね、コップがでかい問題、コップが普通問題ってみんなと話しちゃったね、今日の昼。実際どっちなんじゃろうなって感じ。社会人みたいですね。まだ16歳です。顔が小さいからや。本当かな。遠近法ですね。こうやってやったらね、ぶりでかいけどね、こうやって。お、いや、もっと証明したいね。コップ5センチくらいあるな。5センチくらいは絶対あるよ。コップあんたがおじいさん、それでもこうやな。そんなことなくない？普通じゃない？割と。ちょうど手と同じサイズ。私はダイソーが…そうね、もう自己紹介することがあんまりなくなったけん。飲んでる時にコップね。確かにシルバニアファミリーのコップでしょ。生の鉢も震えるほど小さそう。え、でもそんなちっちゃくないよ別に。飲んでるとね、この丸いとこが大きく見えるんだろうね。こういう自分さ、 TikTok で最近さ、あの豊永拓人さんっていうのあれ頭から離れん。二の腕かわいいですね。マジで二の腕こうゆるゆる、こうあってほしい。第一声星だったらごめん。さすがに星は困るわ自分。何て書こうとした。パワーめっちゃ8個パワー全然ない。ないんかもしれんけど。実際中山きんに君とコラボ。かわいい。もうもんか。ちょっと筋出るのかわいい。ちょっとだけしか出んよ。でもちょっと出た。やべえ弱そう。さすがにね、これで強そうだったらよくない。筋肉がほぐ、一応学校でやるけんできるよ。釣ってください。その細さで強かったらやばい。細いけど細すぎない感じが雪やな。
なんか身長に見合った体重って感じ。細いのも細いけど。そろそろ眠くなってきた。チャイナでずらえました。食べれちゃったか。もぴちゃんバラありがとう。こんばんは。ロッカーの年ハートありがとう。少し早めに終わった。うん、最後までちゃんと頑張れ。あとちょっとだもん。あの年ハートありがとう。めっちゃ寝る。やばい、大きいのといけん。でもね、チェーンの服が釣られるの必須。全然可愛くないよこのポーズ。寝ない。今日一日本当にすごかった。大きく育つかな今から。無料で、今は無料なんじゃ。今日の披露有料だったのや。こちら、そんな無理せんでも。全然可愛くなかった今の。でさ、今日前髪ないけんさ、サムネから来た人びっくりよね。え、前髪ないし全然顔違うんやみたいな。今日一日です。腹貸してくれるの、おもろいな。150ワンちゃん。少しね、ただ無理してから少年は。そうよね、さすがに書く勇気はないかな。結婚して、あー高俊、結婚してたまってくね。結婚してが記憶がたまってくよ。猫耳チャイナというパワーワードよ。でもみんな今日コスプレしてるんでしょ。なんか他の子もなんか誰か言っとったけど。今日みんなコスプレしとるんじゃない？しとらんの？サムネから来た人ギャップでズックンされるわの。え？みたいな。メイドとチャイナは他に見たかな？今日はやっとるん。あ、そうなんだ。メイドさんいたよ。メイドさん、メイドさんいたんだ。今日は他の子全然見てないし。ずっと見てくれてるもんね。なんかおったらしいよ。めっちゃ最初の方に言っとったっけ。今まだやってるだけか分からんけど。星集めだけだからね。分かってるよ。トリちゃん DD でもないけど私のことにもずっとおってねって。時期必要さが分散されてるのが確かにね。はっちゃんのコスプがナンバーワン。ほんと3期生見てなかった。私も3期生。今度メイド服も希望します。サイズがないんだってば。こんばんは。近すぎたね、びっくり。頑張ってね、頑張ります。で、猫耳チャイナだけで白米4本いきます。お米 1.5 合。お、かわいい。金さん、かわいい。寝場室他の3期生で。そういうことね。ずっとさ、なんかあの鬼ごっこのやつ見よったもんね今日。あ、そうだった、そうだった、そうだよ。今日はっちゃんしか見てない。ちるぎさん、あのその一時の感じめっちゃ好きだよ。みんな可愛いけどはっちゃんが一番可愛い、一番可愛い。なんかパンダさんがいました。パンダさんいたの。こんばんは、こんばんは。そろそろ壇上読もうかな。マジ眠いんだけど。ゲジマわら。何が面白いんや。弟かわいいはずか。でしょうね。眠い。すごいね。大作作作ハートありがとう。眠そうな顔も可愛い。でもこれはさすがに可愛くないじゃん。眠い。まぶたが重くなってきたね。うちになった時いい夢見れるかな。いい夢見れるかな。一日8チャンネルですな。みんなもさ、自分の時間に無理せずに明日も来てね。うん、ちょっとそろそろ壇上見ます。コメント見れなくなるよ。よし、じゃあ13位から今日も一気にいくよ。13位、ひしお、イエーイ。
12位剣さん、11位ゆきお、10位岩名じゃないよ、9位 C さん、8位ちがのみ、7位みくなお、6位たかとし、5位ハチ、4位大サクサク、3位斎藤、2位水分、そして1位パピちゃん。おめでとう、おめでとう。あとで一言ずつ、一言ずつっていうか今日もうなんか割とみんなまとめてみたいな感じだけど、80位そしてピノチいるかな、80位だったよ、8番だから80位毎日読んでるのピノチだよ、ひらがなの名前優しい。え、ちょっと待って、今日さ、え、マジ割とさ今日はみんなに感謝したいけん、とりあえずみんなのイメージだけささっと言っていくわ。とりあえずなんで、ひしお、ひしおはね今日も昨日もずっとずっと見てくれてありがとう。ひしおも無理ない程度に明日も見に来てね、バイバーイ。12剣さん、剣さんはね今日ははっちゃんしか見てないよとかコメントしてくれてて嬉しかったよ。剣さんにそんなこと言われる日が来るとは。これからもいっぱい言ってね。11ゆきお、ゆきはねなんかね無料で肩貸してくれたり有料で肩貸してくれたりするけど、そうね相変わらずね本当に最初日からねずっとずっと見に来てくれとってありがとうね。10位ヨナじゃないよ、ヨナじゃないよ、今日見てくれてねコメントもいっぱいしてくれてありがとう。岩名じゃないよと最近いっぱいいっぱい話できて嬉しいです、ありがとう。岩名じゃないよ、またね。 C さん、 C さん久しぶり、今日は久しぶりに見に来てくれて久しぶりにランクインしてる。 C さん最近来てくれなかったから寂しかったよ、明日来てほしいよ。8位ちかまみ、ちかまみね今日いっぱいいっぱい見にくれて見に来てくれとってずっと壇上に上がっとって、ちかのみありがとう。ちかのみのおかげでもあるしみんなのおかげでもあるけど、ちゃんと形として取れてよかった。7位みくの、みくのとねちかのみはねすごい名前が似とってね、そこ2人はね自分がセットで覚えてるんだけど、みくのも今日ずっと見に来てくれとって壇上上がっとってありがとう。みくのがねその最初はっちゃんのショールーム見てよかったって言ってくれとって本当に嬉しかった。最後まで見てね、最初最後締めてください。タカトシ、タカトシは昨日からずっと来てくれてていっぱい可愛いって褒めてくれたりとかコメントもくれていっぱいね投げてくれてありがとう、嬉しい限りです。タカトシ今日なんかみんなが言っとったよ、名前読んだった。で5位ハチさん、ハチさんね今日ね何回も来てくれとったよね、お名前が一緒じゃけんさ結構覚えやすくて、哺乳瓶のなんか可愛いねそれ、ハチさん一緒にハッちゃん同盟組んじゃう、ハチさんありがとう。4位大サクサクサク、今日ねずっと見に来てくれとって約束通り見に来てくれるあたりがね私は嬉しいね。大サクサクは結構じゃ昨日まあ必要とかと同じタイミングで来てくれて、昨日からコメントもギフトもいっぱいくれて仲が深まったかなって思ってます、いつもいつもありがとう。3位斎藤、斎藤はね今日ねすごいねいっぱい助けてくれたし本当に初日からね見に来てくれとってやっと1位を取れたのを見せることができたので嬉しい限りでした。斎藤ずっと追ってくれとって何気めっちゃ嬉しいんよね。斎藤もゆっくり休んでね見に来てくれるのも大変だもんね、見に来るのも時間をせるのも。2水軍、水軍いつもいつもハートありがとう。水軍がねいつもいつもハートを投げて支えてくれてたおかげで今日形としてね上に上がることができました。水軍には感謝の気持ちしかないです、チャイナ見に来てくれてありがとうね。水軍もね初日からずっとずっと来てくれとって感謝感謝。1位パピちゃん、パピちゃん今日はねすごく大活躍の日でした。パピちゃんがなんかパピちゃんがしてくれたことが
ちゃんと形になって残ったのが私本当に嬉しくて、パピちゃんはね今日コメントもたくさんねタワーも立ててくれたりして、今日もねタワーも立ててくれたのに今回も1位でありがとう。パピちゃんにね助けられとったりとか、パピちゃんの優しさにね心がほっこりしてる人もたくさんおるけん、私以外にパピちゃんはこのルームに必要な存在だよ、本当にありがとう。ほいでね今日みんなねみんなのおかげでねその1位っていう形で終われて嬉しかったです。油断はできんけどみんなの今まで頑張ってくれたのが形になったのが本当に嬉しいので、今までさ数字気にせんって言っとったけどさ、みんながやってくれたことが形になって本当に嬉しかったので、数字を気にするってよりはちゃんとみんながしてくれたものをこのままずっと形に残せるように頑張る。改めて一応おめでとうありがとう。これからも自分も長時間配信明日も頑張るけんさ、みんなも頑張ろうね。見に来てくれてありがとう。時間合わせるのも絶対大変じゃろうしさ、かわいいとっさん、はじめまして。そろそろ終わっちゃうけどさ、1位になったよ。そうだよ1位になったよ、ありがとう。残り1週間よろしく、残り1週間頑張ろうねみんなで。毎日配信するけんね、目指せ毎日1時間以上配信。また来るね、また来てね。今日1日の配信、いやこちらこそ、嫌なじゃないよ、もういつもありがとう。こんばんは、お疲れパピちゃんありがとう。嫌なじゃないよ、今週見れそう、最高の配信ありがとうね。うん70人で1000人いくね。ね、明日は全力でチョコ待機します。チョコ待機しとってくれ。今日も配信ありがとう、こちらこそありがとう。あれだね、自分の目標が一つずつ叶ってる。みんなの思いを形にすることとオーディションに受かること、一個できた。応援電波、おやすみ、今日もありがとう。みんなじゃあおやすみ、今日一日ありがとう、バイバイ。みんな今日一日ありがとう。元気でねって、なんかその遠く離れるわけじゃないけど、うん、みんなも今日一日ありがとう。みんな大好きだよ本当に。こんばんは、もう終わっちゃうけど、今日みんな一日ありがとう、おやすみ、バイバイ、バイバイ、おやすみ、またねー、バイバーイ、おやすみ、バイバイ。みんな大好きだよ、今日ありがとう、バイバーイ。